まずですね、iPad もしくはデジタルカメラでも構わないんですが、画像をですね、写真を撮っていただく、もしくは iPad で撮影していただいても構わないですが、どうしてもですね、都心のビルですと斜めですとか正面になかなか建てないビルがいっぱいあるかと思うんですけど、こういった形で対象になるですね、ビルを撮影しましたら、ビルのこの形に沿いながらこう切り取ってくるようなグリッドに合わせて線を描いてください。でまずこれを保存します。そうしますと、まずですね、正面に向いていきます。測りやすいように、正面に向くっていう形で、まず画像を処理いたします。でそこにですね、基準値を入れます。で基準値は何っていうことになるんですけど、この写真の中の基準になりますので、3階4階はなかなか手が届かない、測れないというところでも1階はですね、測れるはずなので、例えばこれワイドですね、まず1階の部分が、寸法を入れます。こういった形で、ミリ単位で入れさせていただいて、次は高さですね。高さを求めます。高さを例えばこういった形で入れさせていただきます。でこれを保存しますと、もうこの画像の中は、触るだけでですね、寸法が出ると。でこれまずやってみましょう。まずこういう窓ですね、建物は大体四角、もしくは直角形のものが多いですので、まず四角の機能、これを選んでいただくと、こういった形で窓の大きさですね、でこれを指を離した瞬間ですね、下に、メーター数、平米数が即座に出ます。でこれ細かい合わせはですね、見ていただくと虫眼鏡が出ていきますので、角をぴったり合わせてですね、やっていただくということもできます。でこれまず終了ですね。で次にですね、もう一つこういう窓を取っていきます。でこれ一つずつ一つずつ取るの大変ですね。そういった場合はですね、同じものであれば、コピーを押してください。プラスというのを押していただくと同じものが出てきます。でこれを3つ4つという重ね、こういった形で同じものの窓であれば、同じようにですね、寸法をですね、一つ一つ測ることなく合わせていくこともできます。であとはですね、色を変えることも当然できます。今ですね、ここの部分ですね、色を変えていきます。図形の部分でいうと、これで色の濃さが変わります。もしくは色を変えるということもできます。好きな色にですね、変えていただいて、自分の覚書やですね、色の変化によって役割を、後から分かるようにということもできます。でラインだけを変えることもできます。こういった形で、ラインを実線や点線に変えることもできます。で線の太さも変えることができます。細い線や、太い線という形で、役割を作ることができます。でもう一つはですね、ここの形、今図形を選んでいただいたところをですね、後から選ぶこともできますので、この図形の変化をまず見ていただくこともできますし、今これ、寸法がここに出ておりますけど、測定詳細という形で言いますと、長さ面積ができると。で例えば、お客様においくらぐらいかかるのというお話があれば、ここに単価を入れておけばですね、大体これぐらいですよという現場の中でもお話ができることもできます。もしくは、これをですね、演算機能があります。例えばこういった形、画像を見ます。そうしますと画像の中に赤い窓3つだけの、寸法が知りたいということが、直感的に赤を選んでいただいて、そうしますと赤の合計という形で合計が出ます。赤だけを足した合計です。とですから、やり方によってはですね、画像を戻します。例えば、こういった形で測定、何をするかを選んでいただいて、建物全体を撮っていただきます。仮にですね、で建物全体を、色を変えます。黄色という形で変えさせていただくんですけど、こういった形で黄色、見づらいですね、緑とかですね、色の濃さを変えて、そうしますと、終了、保存いたします。直感的に緑、ですね、今選んだもの緑、ここで足し算引き算ができます。
赤、和という形で合計寸法が出ると。建物全体から開口部を取り除いた寸法もですね、そこに面積とメーター数が即座に出せますというのが、まず一つの、図面の、ごめんなさい、写真のですね、機能として。当然、写真の機能の中に言うとですね、建物をですね、皆さん現場の中でプロット図っていうのを書いて、現場でマーキングをしたりとかですね、簡単などこが壊れてたお客様に表現するときにですね、これはほんの実例ですけど、ひび割れやですね、浮き、こういった開口部ですとか、こういったところのですね、改修工事をするときのですね、お客様が見たときに分かりやすいものも、写真の中にマーキング、現地で例えばチョークやですね、テープで、測ったものをなぞるだけでですね、そちらの方が寸法が出ますと。で、当然ここひび割れですと、直線の、寸法がありませんので、こういった形で、なぞる機能っていう形なんですけど、線を選んでいただきます。その線を選んでいただくと、ここをこういう形で自由にですね、寸法がメーター数が出せるというのも一つです。で、この色を変えることも当然できます。こういった形で色を変えたりとかですね。で、これをですね、使うと何ができるかというと、今まで、プロット図をやりますと、集計をするのが非常に大変だったんではないかなと思うんですけど、これもですね、先ほどの機能を使いまして、赤がひび割れというふうに分かればですね、赤の合計という形で合計メーター数が出ますという形で、計算をするものがですね、即座にですね、色から直感的に導き出せます。これによって、まあ簡単なプロット図の提出ですとかですね、今日見てきたところどれぐらい悪かったみたいなお話の場合はですね、簡単なご説明としても使えますし、プレゼンの資料としてもお使えるになれるんじゃないかなと。で、当然これをですね、サーバー側に預ければですね、現地の方が、会社に送って、こんな具合に壊れてたですか、こういうところが不具合でしたっていうのをですね、会社に送って積算をすぐ始められるとかですね、行った方の情報をすぐに取り出すことによってですね、現地の確認を再度することなくですね、写真の中から面積や寸法もしくは不具合事項を導き出せるというのも一つの機能の中でございます。で、当然建物というのはですね、4面ありますから、こういった形で、建物をですね、撮影していただいたら、当然これ後ろ行くとですね、こういった形で面ごとに分けたりとかですね、建物を3方から4方から撮る場合ですね、建物一つを同じフォルダの中に収め切ることができます。で、こういうプロット図の方なんですけど、例えばですね、後から位置をずらしたいですとか、ここの位置じゃなかった、もう少しここなんだという後からの見直しというのもできるようになっております。測定詳細で、例えばですね、ここを測定選択を選んでいただいて、この例えばですね、ひび割れを選んでいただきます。で、こう選んでいただいたひび割れを、押しますと、これがアクティブになってます。丸ができると、これは動かすことができる、もう一回、計算をし直しますよということになります。で、これをですね、こちらの方触ると位置をずらすことができます。もうちょっと高いな、低いなとかですね、位置の変更、こういったこともできます。これを終了します。で、保存をします。で、この形をですね、これを保存しまして、今のやつをアップロードという形でやっていきます。後でサーバーの説明をさせていただくんですが、今アップロードしまして、サーバー側の方に今撮った、画像とですね、内容をですね、サーバー側に今送り込んでます。で、送り込みが終わりますと、現場にいる方からですね、会社にいる方もしくは、他で見たい方からの指示が出すことができます。あとはですね、写真の機能の、応用編です。応用編としてですね、写真というのは画像ですので、デジタルカメラを撮っていただいたり、当然、地図情報、写真の情報という形で地図情報というのが、皆さんあるかと思うんですけど、例えば今日中に見積もりを欲しいとか、
急ぎで今日ですねどれぐらいかかるか教えてほしいなんていうご依頼があったりとかですね、概算でいいんだけど教えてほしいなんていう場合はですね、これは応用編なんですけど、こういった形で、現場のですね位置情報が分かればですね、屋上やですねこういったものを写真の中からですね導き出して測ることもできます。ですから現地に行かずしてですね、こういった形で寸法を取ることができます。こういった形ですね、と何平米ありますので、定見地概算という形でおよそおいくらぐらいですよというのもですね、概算でよければという形で、現地に行かなくても、寸法が分かればですね大体の、お見積もりはできるんじゃないかなと思います。もしくは、当然これ平面的な屋上の屋根ですけど、形によってはですねこういった形の、先ほども同じように、目で見える立体のところがですね写真情報で、位置が分かれば、写真に写っている画像からですね、寸法平米数を導き出してお見積もりと、これによってですね、現地に行かなくてもですね経費を浮かした形で、概算でよければという形でお見積もりを早めに出せるとかですね、スピーディーにお客様の方に概算金をお知らせできるのも一つの特徴ではないかなと思います。これはですね、使い勝手の特徴は同じように皆さん考えていただいて、写真の情報はですね昔撮った画像から、基準になる寸法さえ分かればですね、前の図面からでももしくは、写真からでもですね、その機能を有することができるんじゃないかなと思います。当然今、アプリというのはいろんなアプリがありましてですね、これはタッチメジャーだけではなく他の連動のアプリを立ち上げていただくと、例えばこれを建物だと思ってください、こういった形で建物の寸法をですねゆーと取ります。こういった建物をですね、寸法を取ると即座に寸法を出せますので、レーザーポインターで取ったですね寸法はですねこちらに出すことができますので、他の連動のアプリによってですねタッチメジャーの精度が上がるという形で、これを基準値として取っていただければですね、現場で測るですねメーター数平米数がですね的確に基準値に置き換えられますので、ちょっとしたですね寸法を取るにもこういうタブレットを使って便利にですねできるようなものっていうのはどんどん増えてきてますので、タブレットがあることによって次の新しいアプリやですね他の連動という形で使うことも一つの機能です。